よしき TKD プロジェクト、よしき、残念だったな。俺すごい期待してたし、実はすげえ嬉しかったんだ。去年お前がOTT で 1500m 俺にボロボロに負けてな、ちょっとでも陸上競技に目覚めてくれて、何か目標を作って頑張ってくれたらいいな、そう願ってたんだよ。そしたらまさかね、東京マラソンの抽選エントリーが通ってチャンス作っちまったし、さらにな、それに向かってヘミ君と一緒に頑張ってトレーニングして、ここまで高めてきたっていうのは正直嬉しかった。マラソンをまた楽しもうとしてるその姿勢に俺すごく嬉しかった。だから東京マラソンがなくなってしまったこのことについてはすごく残念に思ってる。行き場なくしてやる気なくなったんじゃないかな、ちょっと心配したんだ。そしたら先日の動画で荒川でチャレンジするって言ってるでしょ。かっこいいよ。普通だったらやらない、そこまで。環境全然違うもんな。応援いないし、一方通行で風吹いたらすごい大変だし、あのコース。わかるよ。だけど示しつかねえもんな。頑張りたいもんな。だから、俺はヨシキを救いたい。当日俺も応援に行く、そして一緒に走る。俺の足の状態そんなに良くないし、パフォーマンス今落ちてるんだけど、俺が今できることでお前の力にもなりたい。そして最後の最後、1分1秒稼ぎ出すその気持ちのために、前に一つご褒美を用意したいと思う。よしき、ハワイに行きたくないか。ハワイだ、海外だぞ海外。5月の17日ハワイのホノルルで行われるホノルル駅伝にお前連れて行きたいんだ。実はピースが一つ足りないんだ。そこにお前は連れて行きたい。ただし条件がある。荒川で2時間48分切ってみせろよ。視聴者の皆さんや応援してくださる皆さんにできるってことを示してやれよ。俺はできると思ってる。でもフルマラソンはハーフマラソンほど簡単じゃない。最後の最後で何が起きるかわからない。前がどんなにいいサポート体制敷いたとしてもだ、簡単ではない。それを支えてくれるのはいろんな条件がある。欲もあるだろうし、思いもあるだろうし、さまざまなものがある。俺はだから物理的にお前のチャレンジを応援もしたいし、
精神的な欲の部分でもお前を支えてやりたいの。俺と一緒にハワイ行こうぜ。そのためにも2時間48分必ず切ってこい。期待してるから。そしてこの話には続きがあるんだ。国内外問わずマラソン大会で2時間48分もう一回チャレンジするって言ってたよな。すげえいいよ。やっぱりレースの中で切らないとな。ダメだと思う。そこはちゃんとチャレンジしてほしいし、その舞台もだな。このホノルル駅伝から掴み取ることができるんだよ。ホノルル駅伝はな、優勝したらハワイの往復チケットもらえるんだよ。12月第2週ホノルルマラソンで前が頑張るとこ見てみたいな。ホノルルはそんなにいい環境ではない。アップダウンもあるし、暑いし、湿気もあるからな。記録出す条件下では難しいぞ。俺の大好きな海外マラソンを肌で感じてほしいし、楽しんでより多くの方に伝えてほしい。その一連のストーリーをつかむかつかまないかはお前次第だ。頑張れよ。1時間48分必ず切って俺と一緒にハワイに行こう。期待してるから。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちらです。みんな楽しく走っていこうぜ。